ただや太郎は、幕末伊豆市藩の儒学者、法術家、尊王上位化。大阪、江戸、京都で諸学を学び、藩校行動官僚長を務めた。長崎で西洋法術を学び、普及を試みるも、藩の旧勢力と対立し、9年間遊兵された。遊兵中、江戸地開拓、新型船建造等を構想し、尊王上位派の公家等と接近した。 七教王地後、幾野の変に参加し、配送後、藩領協会で藩士に視察された。文政9年3月27日田島国井伊豆市、柳町に伊豆市藩士、忠助野城の長男として生まれ、藩公行動館で桜井関門に儒教を学んだ。天保14年大阪で藤沢東に入門し、泊園書院渡航となったが、 既存の儒教の教説に疑問を持ち、雲雷寺に住んで、諸子百科、仏教諸集を学んだ。高下元年8月江戸小平座科学文書で、小賀道安に学び、内美木三郎と交流し、唐津山藩士をのぼうに、甲州流、越後流軍学を学んだ。高下2年10月京都で、伊藤東邦に、古技学、高下3年、新宮料邸に、乱法医学を学んだ。 校歌3年7月伊豆市に帰郷して、行動官僚長となり、校歌4年6月馬回り席に進んだ。後期水戸学に影響を受け、イサム、ヒ氏、サトシの三徳研修による国体の体現、特に武道の重視を説いた。儒教の学説を批判的に論じ、仏教を好意的に取り上げたことで、老児桜井東門に注意を受けた。 カエ元年1月長崎に出て、大木東十郎に、高島流法術を学び、小倉藩で実演しながら帰郷した。カエ2年10月17日上下室の台で、木星大砲を実演し、藩内外の注目を集めたが、法術師を大多小太夫一門から反発を受け、西洋法術の普及を妨害された。安政元年藩主、戦国栗の江戸滞在中、堀正山。 小井女風氏が四つに時と潮を拝着する動きがあり、3月江戸に出て、新類岡藩主、中川久明に、堀府氏を弾劾したが、堀府氏の反爆に遭い、8月帰京、総鏡寺町高新道外科に遊兵された。遊兵中、江戸地開拓や軍民療養、和柱船建造等を構想し、安政四年木の先軍、赤木八蔵、京都留守協約、 ウカイ吉左門を通じて、水戸藩に国家主導型の江戸地経営を権限した。文久2年11月、戦国栗が帰郷すると、堀府氏は排除され、15日平門を解除された。12月半に、西本願寺、松井中司による江戸地開拓事業の引き受け、三組軍、二方軍の領有を進言した。文久3年4月、 大阪湾巡検を行う姉が工事工チに対し、宴海州を獲得して、ウラジオストク建設を進めいるロシアこそが脅威だとして、江戸地、若狭湾防備の優先を訴え、自ら竹の浜に、船大工等を集めて和柱船の建造を試みた。文久3年8月18日、三条西水友の招きで上京する途中7、京地があり、長州三田尻に合流し、 倒幕計画に加わった。9月9日佐賀に下校して、鍋島乾燥に援軍を求めたが、返答は得られなかった。10月12日幾野の辺に節制法として参加したが、13日形成が悪化すると、総帥、沢信義に強く解散を促し、大阪から西国、京都に落ち延びた。元年田島国で、藩士に発見され、月日後で、 伊豆市に護送される途中、浅間坂を越えて半梁に入った直後、剣士、増田晋三、西川八重能神、西川富太郎に視察された。護送の経緯は、はっきりせず、所要で稲葉国へ向かう途中、木の崎温泉の三木屋、片岡平八郎方で祭祀と連絡を取っていたところ、三木屋を案、松本屋を滝を通じて、半死に探知されたとも、帰京の途中、 ヨセミヤ村、豊久郎で密告されたとも、母方実家サム村、桜井家に滞在中、藩と話し合いが成立し、迎えの籠に乗ったところ視察され、最後の言葉は、今にわかるだったとも伝わる。遺体は一年以上塩漬けにされ、明治維新後遺族に引き渡され、京王寺浦山中福に葬られた。明治24年9月靖国神社に合祀され、12月14位を、 贈位された。大正14年浅間坂に増重4人いただく任意の地石碑が建てられた。昭和38年浅間トンネル開通により、旧剣道は廃道となり、石碑は放置されたが、昭和61年11月トンネル左手に移された。著者の多くは、幾野の変後に焼却され、また、明治9年3月の伊豆市大下で焼失した。ありがとうございます。